結局俺たちの給料もパンツも着ぐるみになってたんすね。まあ仕方ないっす。
命あってのものだねっすよ。もう夜明けっすよ。パンツはなくなってしまったっすけど、急いで報告に行くっす。あの爆発から俺と一緒にあんたを助けたのはエトナ様っすよ。復讐なんてやめて、まっとうに明日を生きるっす。それに過去を水に流すのも紳士のたしなみじゃないんすか。決まったっす。ちょっと君、さらば。